あのなさんほんとニトリ行けばあるんだよ。ニトリ行ったんだよね。それがさ、ニトリ行ったのよ。その、ま、あこのお盆期間に唯一やったことといえば、その、実家のさ、その母ちゃんの、そのカーペット。これまたね、僕が、その7年前にチャンネル始まった時の、その最初の収益化した、あのニコニコのね、幕末しチャンネル収益化した最初の、その、 なんか振り込みでその母さんの家のカーペットを全部取っ替えてあげたそれはちょうど7年前でそれから7年経ってくるとさもうペトペトになっているわけカーペットがペトペトになっててで「帰ろう帰ろ」って去年ぐらいからずっと母さんに言ってるんだけどまだね母さんもね僕に似て頑固なのか まあ、まだ使える、まだ使えるみたいなのを言うわけよ。まあ、君たちの母さんもそんな感じだろう、きっと。まあ、多分、年を取ってくると、きっと、多分、現状、維持感が強いと言いますか、なかなか変えてくれないわけ。カーペット一つも。めんどくさいんかなそう、めんどくさまあ、その、寸法を測るからさ、ニトリに行く前に。 家の、ね、寸法を測ってそので僕の母さんの家も変な形しててその2階に行く階段のところがその柱みたいな感じになってて部屋に侵食しているがゆえに部屋の形が正方形とか長方形じゃないんだよね変な家なのよコミックス3巻ぐらい出てるなそれ変な家で そのニトリのその定格のカーペットでは入らないわけ4畳半とかさ6畳とかあるじゃない定格カーペット企画企画あってあれじゃダメでオーダーカーペットでそのここはその柱があるんでここだけカットしてくださいみたいなのが結構いろんなところにあってそれがまたちょっと面倒くさいんだろうな母ちゃんもでもさこの度もずっ 結構強めに言ったのね。あのね、母さん、僕帰ってきたときに、こんなベトベトの油が染みたようなカーペットに、その身を委ねたくないと。こう、可愛い息子が帰ってきたときに、こんなベトベトのカーペットだったら寝っ転べないでしょうが、と、解き伏せたのよ。そしたらようやく重い腰が上がって、ちょうどお盆前に、 寸法を測ってて紙に書いなんとか書いてでこれ見てって渡してきてさそしたらさ <laughs> とびっくりあの柱のところ以外にもすごい穴だらけの寸法が上がってきたんだよあのサイコロの見開き図みたいなのが出てきてさなんでと思って見たらテレビとかも全部避けてんのよ テレビとかタンスとかも全部、その、カーペットを先方から外してるから、サイコロの見開け術みたいなやつが出てきて、おい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 カーペットの身の部分ないじゃんこれまたね、君たちのお母さんも、で、聞いたらさ、いや、テレビを避けるのがめんどくさいとか、机、ん タンスがやっぱ一人では持ち上がらないからそこは外したいって言っててでも母さんこれこのまま頼んだらマジでなんか僕が寝っ転ぶスペースだけにしかカーペット引かないのと同じだぜみたいな感じで,でよそこで僕手伝ってタンスとかどかして寸法測ったんだよね初めからそうすればよかったよいや初めからそうすればよかったんだよ 僕が手伝って寸法測ればかるのった。口だけ出してた。ようやくね、それでね、3部屋ぐらいのカーペットの寸法を測ったんだよね。3部屋あんだよね。リビングと、その客間みたいなところと、お風呂とかが、なんて言うんだろうな。僕んちまだ変な間取りをし3連縦に繋がってるんだよね、部屋が。わかる。 リビング、リビング、客室、個室みたいなところがドアもなく3連で繋がってるん。なので、その、ま、今、その、古いカーペットがまだ敷いたんだけど、ま、青で統一してあるんだよそれ7年前も結構苦労したんだけど、まあ色同じの方がいいよねで、青にして。で、結構ね、その、ニトリ行くまでに、車で母ちゃんと話してるとき、 え、次何色にするのよ母さん。ええー、って聞いて。いやーってもう、正直赤にしたいんだけど、もう年がいもないなんか、年がいもなく赤使ったらなみたいなぶつくだって。何言ってんだよ、お前バカ野郎お前そんなこと言ってるとどんどん吹け込むぞみたいなさ。ははははは僕も、盛り上がっちゃって。 母ちゃんバカ野郎そこで、そこで、茶色にするようではもう、もう先はないぞみたいな話を。テンション上がるよね、母ちゃんと <laughs> 二人でデートしてると。いや、いつも以上に強気にならない。なんだろうね、母ちゃんの前だと、その、格好つけたいんだろうな、多分人、男っていうのは。 で、いつも以上になんかオラオラ系だねっていうのがさ僕ずーっと癖になっててならないかあならないかでなんかニトリのそのカーペットオーダーカーペット売り場みたいなところ行ったらもうすごいのよ色とりどりだしもう毛並みの種類とかもいっぱいあるわけ。 でもそこでも、ああでもない、こうあの、毛長いやつ、母ちゃんが、毛長いやつが、ふかふかで、その、息子もね、あんたも寝、ね、転ぶなったら、いいかしらって言ったら、母ちゃん、違う違う違う、それで、罠なのよ。わかるあの、これ、毛並みが高いやつは、虫が紛れ込んだら出てこなくてわけわかんなくなるから、こ黙って、ね、毛並みちっちゃいやつにしとけと。短いやつにしとけと。とか、 何の話か分かんなくなってきったあそうそれでそのカーペットの色がカーペットの色がね母ちゃんと緑で話しててで結局緑になったんだよねつったも30分ぐらいディスカッションしてたんだよな僕母ちゃんとカーペットの色でどうするとで い回青になったけども、いや、同じだろ今、今、敷いてんのも青なんだから、人は一歩一歩前に前進していかないと、母ちゃん、一歩一歩前に前進していかないと、あの、停滞したら終わりだぞみたいなことで、青を却下して、で、赤は、虫が見づらいとかで、で、緑になったんだよね。結局。で、緑になって、その、オーダーカーペットの店員さん呼んで、 でご家族ですかみたいなこと言われてまあ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 とりあえずあのこのオーダーカーペットをえま寸法を書いてきたんでま3枚カットしていただきましょうかとちょ格好つけてねそしたらさ電卓持ってきてさ机のとこに案内されてさ紙の寸法を測っててそのなんだろう合ってるかどうか その足して合ってるかどうか計算してんだよねその店員さんがそしたらさ足したらさ上の辺と下の辺の合計の値が違うんだよつうか<笑><笑>僕もさ協力してさ <laughs> えっと350 上の辺354センチなのよ。で、下の辺足したら349センチとかになって、あれ ?3 センチどっか行ったねみたいな感じでさ、大形になってるわけ。で、僕も一緒に測ってんのよ。3センチ分どっか行ってんの。二択なわけよ。これは、なんで、で、店員さんが、あれこれ、上と下、 の辺の長さが合いませんね、みたいな。二択なわけよ。僕の母ちゃんの家が変な家で台形型に部屋の形が歪んでいるか、もしか僕の食料を間違えたか。ど、どっちかなんだよね。 どっちかで、まあ、おそらく、その、計算、また、あ、薪尺の、あの、測り方とか、ちょっと、曲がってたとかで、ミスがあったんじゃないですかねっていうことを言われて、じゃあ、僕、間違えましたって認めたんだよでも、ワンチャン、台形の部屋の可能性もあるよね。で、結局、なんか、それで、上と下合わせるために、ここを1センチ増やしてください。ここ ここ、じゃあ、ここ0.5センチ増やしてくださいって言ってたら、なんかまた、リドルの店員が、あの、カットした後に、ちょっと巻くんで、1センチぐらい誤差あるんで、できればどっちかに寄せていただけるとで、また、吸ったもんだあり、じゃあ、その0.5センチ単位では変えられないんだとかがあり、またそこで30分、 ぐらいディスカッションしてさ。で、またここで終わればさ、結構親孝行な話だったじゃん。30分ぐらいね。いや、30分ぐらいやんのよ。で、それ30分やって、で、まあ、3枚あったからさ、オーダーカーペット。まあ、これで買えるでしょうってことで、で在庫を見てきますね <laughs> って言って、店員さんがどっか倉庫の方行って、 来るんだろうねでちょっとお待ちくださいって番号券を渡されてまた母ちゃんとニトリの家具屋とかを見てたんだけどで15分ぐらいしたらさ店内放送でさ「あのてサモさんまさんサービスカウンターまで来てください」って言って行ったら在庫が <laughs> ないんだよね在庫がないっていうかその。 海外から、今カーペットって中国かどっかから輸入で入ってくるやつで、その、一回完売すると、すいつ入ってくるかわからんみたいな、そういう状況らしい、ニトリって。でみ、2枚あると。緑のカーペット。あの、坂本さんがご所望の、に2枚のカー、緑のカーペットは2枚あると。1枚だけどうしても完売状態で、 次いつ入ってくるかわからなくて、えー、お売りできませんで。別の色にしましょうか、みたいな。一枚別の色にしていただければって言って、<laughs> そしたらさ、<laughs> 全部瓦解したわけ、ここまでの話し合いが。 そう、三枚一緒の色だから、なんか僕ら、この家よく使えるね、みたいな母ちゃんと話して、一時間ぐらいディスカッション、自分の家でもして、ニトリでもして、希望の色はようやく吸ったもんだって緑にしたけど、結局一色変えなきゃいけないんだったら、初めに戻るわけよ。で、もう一回また僕と母ちゃんが、カーペット売り場に行って、また色決め直したんだよね。<laughs> で、結局青にしたんだよ。 またやり直したんだよ。で、青にして、で、また、こ,この青にしますと。で、3枚まとめて、この青にしますって言って、で、また在庫を見てきますねって言ってさ。すげえ嫌だ予感したんだよ。これもちょっと青で、あの、3枚いけるか、在庫見てきますって言って、走った瞬間、あって思ったんだけど、で、また待ったんだよね、15分ぐらい。もう全部見たんだよ、一回。そしたらさ、また、店内放送が流れて、サービスカウンターまで。 さおさすみません、これも1枚完売してますと <laughs>。書いとけよ <laughs>。あの、全国のニトリの在庫がそもそも2枚しかない上に、次入ってくるのがいつか分かんないみたいなものを店頭に置くだよ <laughs>。まず <laughs>。そ、その。 日本どこのニトリに行っても同じ回答が来るわけでしょなんかさ効率悪いよねその他の店舗にもそう在庫を確認した状況で結局その次の中国からの船便に乗ってくるまでは一切在庫がないっていう状況なのよで緑も青もないのさでもまたさカーペットを売り場に戻ってさ 色のを決めるところに戻ってこれもないのやっぱ赤かみたいなでも赤はで妥協としてその材質が変わるけど薄緑黄緑っぽいのがあったわけねでもあんまり好きな色味じゃないからってことで最初選考会やったけどもう薄緑でいっかみたいな感じになってさで薄緑の材質もこれまあしゃあないかということで薄緑を これにします <laughs> って言ったら <laughs>、それまた <laughs>、ちょっと在庫を調べていきます <laughs>。<laughs> これ全部ループするんだよ <laughs> そう。Z ループすんの。カーペット、カーペットロスループするんだよ。で、本当なんだよ。これ本当の話だだから君たちも気をつけろ。カーペットを複数枚同じローで買うときは、ガチで在庫がないときこうなる。 え結論聞きたいこの話の、落としど、落としどころつうかさ、終わった地点がどこか知りたい。結局、薄緑のやつも、今度は1枚しか在庫がなくて、結局、2枚の緑のカーペットと、1枚の薄緑のカーペットを買って終わったんだよね。すべて在庫ないでやんの。しかも、<laughs> 2枚のカーペットが、えっ、ー、と、家に届くのは9月で、薄緑のカーペットが家に届くの10月なんだよね。 <laughs> だかださ、薄緑のカーペットを敷く場所に敷く用の代理のカーペットをその日一枚買ってったわ <laughs>。4.5畳用の。とりあえず、あの、代理で敷くやつ買おうかみたいなことになって、10月は遅いよなと。その前に全部カーペット引っ張りすのに、9月ならまだ妥協するけど、10月に届くのはちょっと遅すぎるよねってことで、その、 7000円ぐらいの、その、余剰範用の定格のカーペットを1枚買った。代理のカーペット。で、帰った。結局なんか無駄に1枚買っちゃったんだよ十 <laughs> 10月だぞ。10月。しかもさ、その、カーペットを買おうとして、レジ持ってくじゃん。 で全部セルフレジなんだよね今ニトリって間違いない全部セルフレジだった普通のレジ1個もなくてセルフレジなのさやっぱそうなんだあやっぱそうなんだみんなもどことニトリもそうなんだいつからか全部セルフレジでまあ時代の流れかということで、まあ、僕もさタオルケットとか買ってるんでこまごまと買ってるから、まあ、一つ一つピッピッピッピやってったら <laughs> <laughs> カーペットをピッてやったら画面に店員呼べって出てくんだよね <laughs>。こっから先はのレジは一歩足りても通さんぞみたいに画面に店員さんを呼んでくださいって出るの <laughs>。で、店員さん呼んだら店員さん来て、あ、このはちょっと私のあの、胸のその、 ね、普段、名前のネームプレートのところのバーコードを読ませないと買えないみたいな品があんのね、きっと。そう、確認がいるやつがあんのさ。結局さ、タオルケットと、トイレ用のマットみたいなのは自分で通したけど、その後から全部店員さんが通してて、これセルフレジの意味ないよな。結局なんか、時間倍かかってんだよね。 <laughs> よくわかんよくわかんやたら時間かかったよニトリ3時間はいたニトリに今後初めからセルフレージガで買えばよかっためんどくさいなーあのー、今はニトリもさオンラインショップ化しててオンラインで買った方がよかったかもねそしたら自分で在庫とか調べられるから <laughs> 多分ね向こうも結構ね東方なんだよね僕らも東方だけど向こうのさその3時間僕らに使わされたカーペット売り場の担当も結局こいつ3時間も人件費かけて売れたカーペット3枚かみたいになるでしょこっちも向こうも損しましてないよね な,なんか救われなかったな。オーダーカーペット、時間がかかるから、注意してくれ。でも、ようやく、母ちゃんの家のオーダーカーペット、7年、7年交代か。まあ、母さんのところは、掃除機かけてるからな。みんなのとこはどうだ僕はちなみにカーペット、半年に1回変えてるけど。 掃除機がないんで僕んちは。だからさ、さっき君たちがさ、避難合合だった、僕んちのこのカーペット全部半年に一回変えてんだぞ。すごいでしょ清潔感が漂ってくるでしょ半年に一回変えるんだよ。コロコロぐらいはかけてる。あの、麦の毛がね。麦の毛が、落ちるから。 ね、潔癖症でしょ掃除機必要じゃないうんコロコロでとりあえず代用できるかなと思って今のところ不便はないんだよね掃除機もない掃除機はない掃除機の使い方がよくわからないもって言ってしまえば逆に言うと半年分の埃が溜まってるってこと,はことかコロコロしてるって言ったよね コロコロをコロコロは半月ぐらいに1回かけてるあのゴミの日の前に有料ゴミ袋の45リットルのやつを埋めたいっていうニーズが定期的に発生するんだけどそのニーズが発生した時にコロコロの出番よコロコロはさ結構かさばるんこれまたね僕あるあるな話をしてると思うんだけどさコロコロをコロコロしたさ いっぱいゴミがついたあのコロコロを剥がしたときにさあなんか意外がのボールみたいになるじゃんあの多分裏返しにしてくしゃくしゃってやるよねみんなもでそれをそのままゴミ袋の新品に入れるとゴミ袋の中でへばりついてほとんど使えなくなるゴミ袋が1個ジェネレートされるんだけどわかるかい結構あーってなってるな だからしてこその、えー、ほとんどあと少ししか入らないゴミ袋に入れるっていう私のライフハックなわけなんですよ。<laughs> このさ <laughs>、この、異国語で書いてあるリンクひ、拾っちゃやばいわ <laughs> な。な、なんか謎のリンクがあってあったな。 そういう話で。なんか気づいたら1時間ぐらい経ってしまった。月の光の雫が。